こんにちは、マリオパーティー中やります。これトーナメントバトルあって最大8人で遊べるんだよね。めっちゃ人数多いで、なかなか8人で集まることないけどね。正月親戚で集まるとかそういう時にやるもんなんかもしれないね。どうしようかな、キャラ。まあいつも通り、まあ、ヨッシーちゃんでいこうか。私ヨッシーちゃんだからね。お、これコンピューターのレベル変えたいな。これか。あ、来た来た来た。いや、ガボン可愛い。ガボンに頑張ってほしいね。なかなか日の目を浴びることがないキャラだから、これ一斉に変えたいな。コンピューターのキャラクター。ただあれか。自分と当たるキャラは弱くしたいみたいな、そういうことか。さあ、これでいこうか。これ8個もコントローラー集めるのすごい大変じゃない?ね、本来だとどうやるんだろうね。ミニゲームこれでスタートと。いいじゃん。昔ね、64にね、スマブラってあったんですよね。ゲームキューブか。ゲームキューブにあって、それが確かね、64人か128人のトーナメントできたんだよね。すごいよね。みんな知ってます?それ。来ました。超楽しみだな。やったことないミニゲーム。うわ、この土管?超楽しそう。あれの土管みたいじゃない?なんだっけ ?3D マリオワールドみたいな Wii U であったやつ。ミニゲームを勝ち抜いて最後に残った人が優勝です。はい。それでは皆さん、てっぺん目指して頑張ってください。敗者復活戦とかないのかな?もう、はじめはこの4人で戦います。上位2人が次のステージに進みますと。なるほどね。必ず1対1で、あなたのキャラの Wii リモコン振って、あ、じゃないってかわかんないけど、最初の戦いを始めます。面白い。あ、雪玉のやつがいい。うわ、この式やったことあるな、雪玉のやつ。盛り上がりファイト。ちょっとルールよくわかんないけど、多分蹴ったりパンチしたり殴ったりするゲームなんじゃないかな。さあ、来た。1でパンチらしいね。パンチとキックを使うらしい。やめてやめて、コンピューター達人だから2位に食い込む。2位に食い込む。私2位に食い込むよ。強い。あ、いや、やめてよ。ちょっと、ちょ、女子ねえ、ピーチはしたないキックがねえ、ちょっと何そのガボンの何その感情、俺負けたのみたいな。みんなデイジー勝ったわ。本当に。ちょ、もう一回やらせてくれ。次私そこに立つわ。これ敗者復活戦あっても面白いかもしれないな。さあ皆さん来ましたよ。お願い、さっきじゃないやつがいい。なんだこれ。テレンの館。そうか、これテレサじゃなくてテレンって言うんだっけ。だからテレサの兄弟分みたいな、そういう感じなのかな。みんなこれはガチ簡単だ。テレンに捕まらないでって。捕まらなければいいだけだもんね。さあ、さっきのリベンジを。ハートある。これ多分、早くゴールした人が一番と、ピーチ、いいよ!早くゴールした人が一番点数もらえるんじゃないかな。これ押せる?押せ、じゃ、あ、ちょっと押せるな。で、さっきガボンとヨッシー巻きたんで、ちょ、我々二人で、ちょ、頑張ろうぜ、ガボン。ガボンすげえ。後ろにタピオカつけてる。危ない危ない。いいよいいよいいよ。こっちか。やばい。これ前行った方がいいよ。絶対に。じゃないと、ゴールがすぐ来た時に、私が1位取れないから。いや、でも、ピーチしか捕まってないんだよな。で、2位でも別にいいからね。2位じゃダメなんですかって。2位でも全然いいんですよ。危ない。うわ、こっから超難しいな。テレンの動きが。いいぞ、いいぞ。私、ヨッシーだね、みんな。いいぞ。一番前にいる。いいぞ、いいぞ。先手必勝、油断大敵。ポケモンやりてー。ポケモンマジやりてー。ポケモン難しい。やばい!やばい!ちょっと!危ねえ。いや、2位か、私。すごいな、ガボン。3位でも何位でもあいつ喜んでるもんな。ちょ、デイジーがやばいわ。ディフェンディングチャンピオン。あ、出た。出た。ガボンの謎の動き。さあ、来た。この4人でやるのか。なるほどね。うわ、鼻に肉チームあるな。うわ、絶対デイジーが異常に強いから、絶対2位に食い込みたい。頼む、楽しそうなのがいい。楽しそう。何これ、なんか隠さないで、リフキーみたいな、鍵を隠さないみたいなね。ん、ボタンを覚えよう。覚えゲーだ。オッケー。これは瞬発力大事になってくるね、みんな。え、2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 、
にえにえにえ、うそー待って、うわー、またデイジー勝っちゃうじゃんこれ。さあみんな決勝だね、どっち勝つんだ。ワリオなんだね。さあ3度目の正直よ。なんかこれ運ゲーらしいね。ちょっと男子チーム勝とうぜ。あの女性軍団強すぎるから。これ確か順番があったはずなかったっけ。あ、私からだね。ここ魂の一球、どう連鎖する波動よ。もっといけもっといけ、もっともっと。まあどうなんだろうね、これが高いのか低いのかわかんないわ。ちょ、ガモン2人で勝ち上がろうね。絶対決勝行こう。あ、それは下手ですわ。みんな、アチキさん11ってもしやめちゃめちゃしょぼい。いや11 10、あ、終われ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 って、終われ終われ、くー待って、ちょ、ガモンが異常な性能を見せてるだけで11は割と、いやこの時点で3位なんだよな。いやちょっと、まあ、デイジーがいつも強えわこのゲーム。いやでもこれちょ運ゲーあったな。いやでもすごいわ、連鎖すごい極端だったな、ガボンと。 なんだ爆発は終わらないを達成って下に書いてんな。お、みんな見て、我がブロックからガボンが決勝に進んだ。頑張れガボン。わあ嬉しいこの笑顔見て。いやー嬉しいね、我が友の優勝は嬉しいわ。ちょっと次は私はそこに立つよ。いいじゃんガボンちゃん、運ゲーやめませんねえ。駆け引きアップル、うわーなんかちょっと心理戦か。なんかやったことないミニゲームで超楽しいな。これマリオパーティー10だね。なんか A で進めるで B で止めるらしいね。うーん、どういうこと。 A にしよう。私、トリプルリンゴちょうだい、私に。いけいけいけ、よーし来た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 、やっと私の時代が来たぞ。押さない。これ進めません。多分みんな押すことないでしょ。よし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 。え、これ我が友ガボンと一緒に決勝行きたいね。押さない。二人押せ二人押せ、うわー、いや、我が友ガボンと、うわ、みんな同じじゃん。やばいぞやばいぞ、デイジーがやばいぞ。押そう、これはこれ我が友ガモンしか押してないから。なーにやっとんじゃお前ら、ほんとにまだ逆転チャンスあるか。これは押さない、さすがに押さない、頼むよ。なーにやっとんじゃお前ら、やばい、最後終わった、くさい、運ゲーじゃないですか。あー、順当に我が友ガボンとデイジーが勝ってんだよな。みんなガボンまた勝ってるね。なんか同じぐらいのレベルだと思ったらもう手の届かない存在になってんなガボン。いや運ゲーじゃないゲーム来ましたよ、これは絶対勝てる。ガボン一緒に決勝行こうぜ、君と決勝で私やり合いたいよ。これドッスンが、ドッスンじゃないね、なんか突き出しドッスンみたいな。これヒップドロップとかできないんだ。あ、踏むことはできない、ごめんなガボン。やば、危ない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 、最初。あ、でもこれ見て、右上残り18秒しかない。危ねえ、これみんな生き残って、あ、いいぞ、みんな生き残ってたらどうなっちゃうんだろうね。危ない危ない危ない、やばい、踏ませないで、私に踏ませないで、いいぞ、押せ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 、うわっ、危ねえ、待ってこれサイコロとかやめません、どうなっちゃうの。ええ、1、3人いるけど、うわ、サイコロで順位を決めます、だって
やったー、ガボン一緒に決勝行こうね。あぶねー。いや、よかったな、今。ピーチ1じゃなかったら、これいいんですか、果たして。サイコロで順位決めちゃって。1位、2位と順位決めになるのはわかるけどね。1位、2位、3位まで。やったね、ガボン。ただ、君は今日私のライバルになる男かもしれないからね。さあ、これコンピューターの試合はね、実はね、毎回ね、コンピューターの試合なのでカットしますって言ってね、カットされるんだよね。ただね、ワルイージーとワリオがガチで強いって言ったらちょうどその二人負けたわ。なんか私の逆張りされたわ。さあ、いいぞ。まず決勝まで私一回も行ってないから、運ゲーのやつやめません？ね、ちゃんと実力が出るやつがいいな。あ、これ私、得意なやつじゃん。しかも、さっきやったんで、ルートを覚えてるんですよね。ルートっていうか、どのタイミングで、その、最後に行くかみたいな。ただね、さっき最後のタイミングでみんなね、その、前方に行ってね、行ってたの私覚えてるから、結構積極的に行った方がいいと思う。すごい。チーム緑だね。キノピオ以外全員緑。でもキノピオってあれだよね。緑キノピオって言いましたっけ？危ない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 。ここで急ぐ必要って全く正直なくて、これハートの数って関係あんのかな？ね。とりあえず、ゴールした時にハートが多い人が、なんか1位を優先されるみたいな、そういうことではないのかな、別に。なんかさっきやってみた感じ、そういう感じではなかった気がして。オッケー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 。まだここじゃないね、確かゴール。いいぞ。この、左折したところかな、確か。なんかコンピューターか、あからさまにね、前方に行く時期があるんだよね。それが、こっちから失礼します。ここら辺からか。ちょ、前食い込むよ。前食い込むよ、私。前食い込んでるね、私。めっちゃ前食い込んでる。わし、ヨッシーだよ、みんな。めちゃめちゃ前食い込んでる。お前ら、マジで食んなよ。お前ら、マジで食んなよ。来た！やめて！いけ！え？行くぞ。なるほど。私、左上ですね、みんな。青だね。ヨッシーだけど、青みたいな。いや、でも、ガボン狙いたくないな。ピーチ狙うか。危ない。ピーチ、ごめん。スキャンダルショット。ピーチ、ピーチ来れないだろう。見て、左下ピーチ。デイジー、挟め、挟めデイジー。デイジー、挟め。挟んでデイジー。やばい、ガボン来てる。ガボン。え？頼む。いや、ひよってるやつしかいない。お願い。また私の得意のサイコロ来たね。ピーチがサイコロ下手だから、これでピーチに1を出してもらう、そういう作戦でいこうか。いや、でもこれは私大、いや、先手必勝でいこう、私今日は。うっ、3で1位なの？来たぞ。来たぞ、準決勝。さあ、準決勝来ました。ボム兵は絶対嫌だ。ゴルフか。ちょ、ゴルフ苦手だけど頑張ってみるわ。どんな感じなんだ、これ。ちょ、全然ルールわかんないけど。うわー、これコンピューター強そうだな。ボム兵以外撃つらしいね。で、早く撃った人が勝ち。ボム兵以外。ほっ！うわ。撃ったバージョンボックス！撃ったバージョンボックス！よし！よし！いやー！よし！よし！バージョンボックス！よし！今バックスです。バックス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 です。バックス。バックス。いや、みんな超楽しそうなミニゲームいらっしゃったね。さあ、私左上だね。え、どのルートから行こう。これ全部スイッチを踏めみたいな。いいぞ。いや、これルート取り大事だぞ。しかもコントローラーの動きがいいわ。こういうのコントローラー、うわ、コントローラー動き悪い。いいぞ。いいぞ、私。下行け、下行け。いい。あと一個？よーし。いいじゃん。一回戦は勝てるようになってきた。二回戦がみんな強い。行くぞ、決勝。ゴルフはやめて。よし。くぅー、これかー。駆け引きアップル下手なんだよな、私。なんか、さっきやってみた感じ。コンピューターって思ったより押さないんだよね。だから、ちょっと攻めていいかな。攻めますわ、ちょっと。オッケー、コンピューター思ったより押さないわ。
きので学んでます、私。これとか一番熱いじゃん。ね、爆弾絶対自分に当たんなくない？いいよいいよ。初の決勝行こう。いいいいいいよ。で、ここは押していいんじゃないか。あー、一個か。もう一人押してくれたらね。やばいぞ。ここも押していい。コンピューター思ったより押さないから押していい。いいぞいいぞ、確実なイーティングリンゴ。でもワリオが、ワリオそんな、これは押さなくていいんじゃないか。一人ぐらい押すでしょ、これ。一人押して。ありがとう、ピーチ。いや、ただワリオとピーチとは同じぐらいだな。これは押さなくていい。一人だけ押せ。よくやった、ワリオ。これもう私、押さないでボムだけ取らなければいいわ。押さない。いや、さっきの経験が生きてるな。オッケー、初の決勝。決勝これ1対1だから、またミニゲームを、なんていうの、新しいというかね、ワリオと1対1か。いや、これなんかあれだよね。さっきみたいに4人のミニゲームじゃないやつだよね、きっと。決闘ミニゲームみたいな。ゴルフ以外、あぶねえ。ゴルフ来てたら負けてましたわ。これはちょっとやったことあるな、昔。絶対勝ちたい。これ多分避けるやつだよね。目を凝らします。めっちゃ目を凝らします。今目めっちゃパッチリ開いてるからね。心のマナコで。いいぞ。わちき左だね、みんな。常に真ん中にいるように心がけよう。常に真ん中にいるように心がけよう。常に真ん中にいるように。よーっしゃー、いやー、てか、ワリオ強くない？え、一回も当たってなくない？私も一回も当たんなかったけど。うわ、嬉しい。いや、めっちゃ、いや、コンピューターでも、これぐらいの方が歯応えあるわ。超面白かった。え、私、結構ポイントもらえたんだよね。これ、なんか相手が優勝すると20点もらえたんだけど、自分が優勝しても20点なのかな？なんかもうちょい欲しいよね。自分が優勝した場合、50点とか。あ、でも、これ、勝っても負けても20点なんだ。ね、なら最速で負けて、コンピューターの試合はね、スキップだから、最速で20点もらうって手もある気がすんな。ちょ、なんか買って最後終わろうか。右上はチキン2169円あるんだよね。隠しキャラ、でもこれキノピコだな、多分。乗り物は？わ、乗り物かっこよ。ね、これあの、パーティーゲームやった時だね。かっこよ。これ拡大で見たいけど見られないな。BGM、写真館ってなんだろう。ああ、写真は別にいらないかな。マリパチャレンジリスト。なんだこれ。これも別にそんないらないんじゃないかな。で、写真館。アルバム。あ、これあれか。私、ガボンだけ買ってなかったっけ、写真。違うか。特にね、欲しいのなかったんで、まあ、隠しキャラ買っとくか。これキノピコだよね、多分。シルエット的に。お、やっぱキノピコ買って、乗り物も買っちゃおう。ね、もし今後やった時に、どれかっこいいかな。でもこのキャッスルカートかっこいいな。これ買っちゃおう。で、BGM 聞いてみる？聞こえるのかな、これ。ここで聞かしてくれよ。ねえ。一番高い使おう。富豪買いしちゃおう。うわ、260円のある。これ買っちゃおうか、一番高いから。これどこで聞けんだ？これか、音楽か。あ、みんな買ったやつあった。ちょ、静かにするよ。ごめんね、微妙なリアクションで終わろうか。バイバイ。